い、あれマリマリ、おいマリッペ、しっかりしろ。なんだってマリが、たまたま巻き込み、まさかあの後犯人に。ああ分かってるって。俺イーターを片付けてこの現象が消えりゃマリも元に戻るよな。よし、じゃあ調査再開だ。他にも巻き込まれた人間がいるかもしれない。行くぞみんな。案外大したことなかったな。スエド。おや、あなたたちですか。なんだってあんたがここに。まさか秋葉原でこの現象が起こる、うん、そのまさかです。研究は日進月歩。デジタルウェーブ状態を粒シフトが発生する地域を特定できます。シフト、この現象のことか。ええ、デジタルシフト。ですが、もう決めちゃいました。この現象はデジタルシフトです。名前はともかくだ、この現象を倒せば元に戻る。いかにも。前回お二方に実証してもらった。俺たちの他にも中に人間がいるんだけど、そのこの現象のせいなのか。にゃん、それはどうでしょう。デジタルシフトに巻き込まれただけであれば、肉体や精神、現に我々はピンピンしていますし、ね、じゃあ原因は他にあるんだ。イーターか、それとも。まあ何が現実に起きたとしても不思議はないのがこの原子。いかなる可能性も否定はできません。真相は自分の目で確かめるしかねえってことか。まあ花からそのつもりだけど。えいえい、では私はこの付近をもう少し調査しております。
方ねえか。仕方ねえか。このまま突っ走れ。行け。あら、真田くん？え、真田くんなの？西野さん、マジかよ。何って、見てわからない？見て、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 こんなに、こんなに、こんなに重い。二次創作じゃない、オリジナルだよ。完全に、オリジナル。西野さん、どう？どう、真田くん？これだけ書ければ文句なしにデビューできるよね。なんか笑えねえんだけど。真田君も
のデジモン、つうかなんだよあの真田くんも、あいつらと一緒に私の作品を無意味に、何事もなかったように。こいつはヤバそうだぜ。私、あいつらを笑えなくしてやったの。漫画に書いたことが本当になる。さても殺したりは絶対。お前らが私の読者。それまでお願い、黙ってて。見ないで。見ないで。西野さん、とにかく漫画を描くのが好きって感じ。俺は読むだけだからさ、そういう楽しみ方ができるあん。それがこんなことになるなんてよ、気づけなくてすまねえ西野さん。真田君、でも私の中でど
どうして。まずい、逃げろ。え、西野さん。厄介だな。収束するぞ。け、本当に解決しちまう。しかし妙な事件だぜ。お前の通報で駆けつけてみれば、失踪者は全員無事けど、しかも犯人はぶっ倒れてて意識なし。どうやらエデ、これじゃあまともに事情聴取なんざできやしねえっての。つうかお前本当に何も知らねえんだろ。ちっ、お前から事情聴取したら今回は見逃してやら。つうわけで行ってよし。又吉さんが来る前、ご協力感謝してやんよ。エデン症候群？イーターに襲われた西野さんがエデン症候群。イーターはデータを、仮にデジタルシフトの中で人間も反デジタル、西野さんは半分だけ食われちまったのかも。エデンでイーターに自分のアバター精神データを食われ、肉体、それが
エデン症候群。そうすると治療法はどうなる？イーターを倒せば、いや、あのイーターを倒しても。ダメだ、情報が足りねえ。スエドの、つうわけで俺、もうちょいイーターとかを。失踪事件に迷う。注目すべきは巨大化したというデジモン。デジモンに操られた男を思い出したまえ。彼はデジモンに影響されてしまったが、逆に彼女は彼女の心の奥底にある妄想、そういった精神作用がデジモンを呼び寄せ結び、そして迷いがの発生で結びつきが強まり、長女、彼女はハッカーではない、デジモンとも縁遠い、ごく一般的な。それでもデジモンを強化した上刺激し、人間の意識というものは、ともかく事件の解決はめでたい。君は運だけでなく実力もしっかり備えつつ、頼もしい限りだ。しかし気になるのはスエドー明美の道。迷いが内部は危険であるにもかかわらずな、天才と呼ばれる人物の行動は凡人には計り得ないと言った。だがそれは取りも直さず我々に推理が憶測を呼び、飛躍が事実を置き去り、私も迷い込んでしまったのかもしれないな。思考と思考の迷いなに。